ネットフリックスオリジナルシリーズイカゲームに友情出演した俳優コンユとイ・ビョンホンに関するビハインドストーリーが伝えられました。イカゲームはどん底の人生を歩んでいるギフンが賞金456億ウォンがかかった謎のサバイバルゲームに参加し繰り広げられる物語を描く作品です。コンユはイ・ジョンジェが演じるギフンをイカゲームに招待した男の役で、イ・ビョンホンはイカゲームのフロントマンとして出演し作品の重みを増しました。メガホンを取ったファン・ドンヒョク監督は、コンユとは映画トガに、幼き瞳の告発で、イ・ビョンホンとは映画天命の城で、それぞれタッグを組みました。ファン・ドンヒョク監督はキャスティングについて、二人とも私と以前、一緒に仕事をし、その後もいい関係を保っているとした上で、共に酒を飲む機会があり、雰囲気がいい時に、一人ずつ出演を提案したのだが、皆さん心よく OK してくださったと振り返りました。イ・ジョンジェも以前からコンユ、イ・ビョンホンと親交がありました。イ・ジョンジェは個人的にコンユとは10年以上親交があり、ようやく作品で対面したと打ち明けました。さらに、面交をして負けるたびに、頬を叩かれなければならなかった撮影当時を思い起こし、親交もあるし、私の方が先輩でもあったので、本当にビンタすることを彼はとても気兼ねしていた。先輩、本当に叩くんですか?と何度も尋ねるので、本当に叩かなきゃダメだろうと言った。明け方に地下鉄の駅で撮影したのだが、コンユが夜遅くに来て、私の方を一生懸命叩いていったと、当時を振り返り、微笑みを浮かべました。イ・ジョンジェはイ・ビョンホンとおよそ30年前、デビューの頃から親交がありました。イ・ジョンジェはイ・ビョンホンとは、同じ釜の飯を食べたこともあり、共演もあるだろうと思っていたが、今まで縁がなかった。だけど、ファン・ドンヒョク監督との縁で友情出演してくれたおかげで、社内でギフンとフロントマンが出会うシーンを撮影したと話し、感謝の気持ちを示しました。なお、イカゲームは9月17日にネットフリックスを通じて世界中に配信されました。この作品は、韓国のドラマで初めてアメリカでネットフリックス1位になるなど、世界的にシンドロームを巻き起こしています。